現、謎の組織デストロン。本郷猛の後輩風見四郎は謎の組織デストロンに執拗に命を狙われていた。そしてついにデストロンの毒牙は風見四郎の家族にまで及んでしまう。父さん、母さん、ユキコ、風見、シーザー、ライド変身トーン。先輩がライダーだったのか。改造人間にしてくれ。風見、お前の気持ちはよくわかる。しかし個人の復讐のために力は貸せない。しかし俺は改造人間は私たち二人でいい。人間でありながら人間でない、その苦しみは私たち二人だけで十分なんだ。本郷猛。その声はまさかゲルション・ファーム資料は私の仮の姿に過ぎない。そしてお前たちは二度と再び私の姿を見ることはないのだ。つかの間の平和を破って突如出現した暗黒組織デストロン。デストロンに家族を殺された風見四郎は仮面ライダー V3 となってよみがえった。デストロンとの激しい戦いがこれから始まるのである。
ダブルライダーの遺言状。風見からの連絡により暗黒組織デストロンの計画が明らかになった。それは怪人カメバズーカに仕込まれた原子爆弾を東京で爆発させるという恐ろしい作戦であった。デストロンの計画を阻止するためライダーは現場に急行した。カメバズーカ、貴様にこの東京の平和は乱させん。原子爆弾が爆発するぞ。とほのさん、一文字さん。東京を救うため仮面ライダー1号2号はカメバズーカと共に海の彼方へと消えた。二人の勇姿を目の当たりにした V3 は改めてデストロン壊滅を心に誓うのであった。